国鉄トラ4万軽貨車は、かつて、日本国有鉄道に在籍した、無害貨車である。1960年から1961年に、かけて製造された15、17トン積みに軸無害車で、計3270両が製造された。そのうち570両は、老朽に軸無害車や、 家畜車の12トン車軸などの部品を流用して改造名義で製作されている。製作会社と番号の関係は次の通りである。系譜的には長さを減じて溶石を増し、採石や石炭等、バラ積み貨物の場合の増石を可能としたトラ3万5000型を行使とすることらの流れに属する形式である。また、大枠の側張りをワム8万 K のように、 車体幅いっぱいに広げ、車軸のバネ釣り受けを横張りに設けた近代的な構造としている。車体は、爪板、あおり度、床面まで木製で、全球ラ3万五千型に比べ爪板を380ミ、mm、リメートル高くして1645ミ、mm、リメートルとし、肉崩れの防止や積み付けの容易化を図っている。床面への釘打ち等により、 積み荷の固定が容易な構造のため、本形式を名指しで指定する荷主も多かったという。本形式の廃車によりキユカ式の虎が減少したため、1979年から、後半ユカの虎4万5千型がキユカの14万5千番台に改造されている。主要諸元は、全長8100ミ、mm、リメートル、車体長7300ミ、mm、リメートル。 全幅 2742mm、床面積18.0平方メートル、四十41.4立方メートル、時長8.8トンである。走り装置は二段リンク式で、最高運転速度は時速 75km に対応する。軸距三は 4300mm である。無害者の主力車種として、日本全国で運用されたが、水俣駅常備で、 質素株式会社所有の小型タンクコンテナや、タンゴ山田駅常備で、ニッケル地金、不木駅常備で、塩素ボンベ輸送用に使用されたもの、その他には、板ガラス輸送用に使用されたものもあった。1972年頃から本格的に廃車が始まり、1985年度で、形式消滅となった。ト四43,600型は、 1969年に本形式から4両が改造製作された交換輸送用の17トン積み無害車である。1973年度に形式消滅となった。戸和田観光電鉄トラ301ラ300型は戸和田観光電鉄が1962年5月に川崎車両で2両を製造した本形式の同型車である。 2012年4月1日の路線廃止まで在籍し、主に農薬散布等の事業用に使用された。ありがとうございます。